さあ始まりました将棋バーチャンネルということで、今回見ていくのが伊藤園王位お茶杯第64期王位戦7番勝負がいよいよ開幕ということになります。こちらが藤井聡太王位防衛なるか、そして挑戦者が佐々木大地七段というところですね。まあ、棋聖戦と合わせて12番勝負というような言い方もされてますけども、まずは王位戦第1局オープニングどうなっているのか見ていきましょう。振り駒の結果、先手が藤井聡太王位となっております。よろしくお願いします。さあ初手はいつも通り26なんですけども、後手の佐々木七段2手目になんと3四歩とね、まあ、ついてきましたね。なかなかここでもひねってきましたね。まあよく8四歩と刺されてる印象があったので、まあ、今回は王位戦第1局3四歩と何か作戦を用意してきたというところでしょう。さあそれに対しては7六歩と応じて、そして8四歩ということで2五歩、8五歩、そして7八金に3二金という横歩取りの出だしになります。さあ、2四歩、同歩、同飛車と走っていき、さあ、ここで佐々木七段が手を変えてきましたね。ここで5二玉と、これがおそらく研究してきた、まあ、用意してきた作戦かと思います。まあ、横歩をね、まあ、こういう風に、まあ、取っていって、まあ、先手が横歩を取るというようなのがね、まあ、あるんですけれども、本譜はここで5二玉と、まあ、変えてくるというところですね。まあ、4二玉の実戦もあるんですけれども、やはり、ここは佐々木七段が、ここで5二玉というところを用意してきたみたいですね。まあ、前例が一つだけあるというようなところで、まあ、何かここに研究をかけてきたというところでしょうか。さあ、本譜は5二玉を見て、3四飛車と、やはりそれでもね、まあ、横歩を取っていきました。まあ、藤井聡太王位わずか5分で横歩を取ったので、まあ、この形というところもおそらく事前にね、まあ、いろいろな研究の中の一つにあったのかもしれません。まあ、先手が3四歩と、まあ、3四飛車と歩を取ったので、次にね、ほっとけば2二角成という手が非常に厳しく入りまして、同銀で取れば3二飛車成だし、同金で取れば3一飛車成という形があるので、まあ、この手に対しては後手は3三角とね、まあ、上がって2二角成をさせませんよというところで受けていきます。さあ、これに対しては5八玉と、先手も5筋にね、まあ、5八と王様を上がっていきました。さあ、ここで、まあ、いつもね、まあ、手順は変わるんですけど、まあ、ここで8六といけば、まあ、よくある形に合流すると、いうところで、まあ、これでおそらく藤井王位は青の竜というのをよく好んで指してますし、先手横歩では有望とされているので、まあ、このように進むところもあるんですが、本譜はね、やはり5二玉として飛車先の歩の交換を保有してます。なので本譜もここで2二銀と、まあ、ここでね、まあ、飛車先の歩を保留する代わりに、まあ、こう金銀を動かしていくというような構想をまあ、佐々木七段は持ってきたというところですね。さあ、これに対して先手の藤井王位、7七角と、まあ、上がっていきましたね。まあ、同じように青の竜と言われる、まあ、攻撃性の高い、まあ、3六歩から桂馬を使っていくね、まあ、青の竜の指し方の特徴なんですけれども、まあ、こうするとおそらく2三銀から、まあ、飛車をいじめに行くようなね、まあ、展開というところが一つ考えられますね。まあ、2四銀まで刺すのかどうかというところになりますけども。まあ、なので本譜は3六と歩をつかずに、シンプルに7七角と、まあ、上がっていって、まあ、飛車先の歩の交換に備えつつと、そして後手から角交換をしたならば、手順にね、まあ、この角を桂馬何かで何かで取って、駒を前に出していくというところでしょうかね。後手は7七角に対して2三銀と、まずは飛車取りに当たりをつけます。さあ、ここで3六歩をついてないのでね、まあ、一番下まで3六飛と
まあ、引いていき、そして7七角成と、まあ、後手から角交換をしていきました。さあ、これに対しては同桂とね、まあ、応じましたね。まあ、これで手順に桂馬が前に出てくるというところです。さあ、ここで後手も3三桂とね、まあ、飛車先をまずは一回止めておいてというところですかね。まあ、放っておくと、やはり、ここでね、まあ、2四歩とか叩かれるのでね。まあ、この金銀の連結を生かしつつ、桂馬を跳ねてというところで、さあ、このあたりはね、非常に駒組みの、まあ、序盤の構想ですね。まあ、どのように攻めていくのかというところで、まあ、なかなかどういう構想を描くのかなと思ったんですが、なんとここで63分、まあ、長考ですよね。まあ、ここで藤井聡太葵が考えて指した手というのが、6六角でした。いや、これにはね、まあ、ちょっと驚きでしたね。まあ、狙いとしてはシンプルに3三地点の数がね、飛車角で殺到できますよというところですが、まあ、この序盤早々で角を手放しているので、まあ、この角が、まあ、使えるような見込みがあるというところでしょうかね。まあ、シンプルに2六と戻る手も有力かと思いますけども、まあ、後手からね、もしかしたら角を打ってくるような筋なども警戒していたのかもしれませんね。まあ、この状態だと歩で2五歩と押さえられるところもあるし、積極的な6六角打ちでしたね。さあ、後手は3三地点狙われてますので、4二玉と、まあ、王様を寄って数を足していってと、まあ、受けに行ったんですが、そこで2六飛車と、まあ、先手は飛車を戻していくというところですね。まあ、6六に角がいますので、まあ、4四角のような反撃もね、まあ、角筋で止めているというところで、まあ、この後はどういう構想で描いていくのかと、まずは桂馬が跳ねているので、まあ、自然に3筋の歩を伸ばしていくのかとか、まあ、いろんな構想があるので、まあ、後手もそれに対応する必要があると。さあ、ここで後手も74分考えて、まあ、昼休みのさらに挟んでというところですが、まあ、ここで5二金と、まあ、上がっていったというところですね。まあ、金銀を比較的、まあ、集めていってというような指し方になってきてます。対して先手も3六歩と、まあ、37分考えて、まあ、指していくというところで、まあ、3筋の歩が切れているので、まあ、系統をね、自然に伸ばしつつというところだし、そして場合によってはね、桂馬の応援も効かせるよと、まあ、駒の可動域を増やしていくんですが、この瞬間に2五歩と、まずはね、まあ、飛車を、まあ、桂馬の利きを生かして飛車先を止めていくというところです。さあ、飛車をね、叩かれたんですが、本譜はここで2七とね、まあ、あえてこちらに止めていきました。まあ、2八まで引くのが、まあ、自然には見えるんでしょうけども、まあ、何かの隙にね、この斜めの角のラインが気になったのかもしれませんね。本譜は2七と、まあ、一つ引いていくというところですね。さあ、これに対して後手も4四歩と、まあ、こういう風に4筋を伸ばして、まあ、金をね、まあ、上がっていければ上部に手厚い形というところになります。まあ、一見角でタダで取れそうなんですけども、おそらく角で飛び出していったら、この角が今、浮き駒不安定なので、まあ、この瞬間にもしかしたら後手は動いていって、歩でね、追い払われた時に、まあ、8四と引くのか、あるいはもう横歩を取ってしまって、まあ、局面を動かしに行くのか、というようなところでね、まあ、この角をちょっと上ずらせてる間に何か動いていこうというような作戦があったのかもしれません。この4四歩に対して46分、まあ、考慮して、藤井聡太王位は4八銀とね、まあ、やはり銀を中央に使っていって、まあ、遊び駒をまあなくしていくというようなところでしょうかね。まあ、中央に備えていきました。まあ、取れる歩はね、やはり取ってしまうと何か動いてくるリスクがあったというようなところでしょうか。後手もここで4三金右とね、まあ、上がっていって4筋をね、まあ、手厚くして、まあ、角の動きを狭めていくというところです。さあ、先手としてもね、まあ、せっかく打った角なので働かせたいし、後手としてはこの
角が遊ぶようなことになればその分リードを奪えるというようなところで、お互いにね、まあ、どのような構想を描いてそれを防ぎつつ主張点を作っていくのかというところになりそうです。さあここで先手は4六歩と、まあ、ついていきたというところですね。まあ、場合によってはね、4五歩といきなり戦いを起こす角道をね、まあ、通していくような筋も出ているので、一つここで争点ができたというところですね。さあ、この4六歩に対して、6四歩と、まあ、29分考えてこちらを突いていきましたね。さあ、これ、まあ、角の頭、今狙われてますけども、ここで先手は5六歩と、まあ、ついて角の可動域を広げていきました。さあ、そしてね、こういったじりじりした展開で、この5、6歩で1日目が終了と、まあ、そして封じ手となりました。いや、非常にね、まあ、じんわりとした序盤、1日目の駒組みではありましたけれども、まあ、ここからね、まあ、どのような構想で戦い合っていくのか。まず一つ目のハイライトとしては、先手はもう角を手放しているので、この角が働くように何か構想を練っていく。そして後手は、まあ、その角のね、利きを抑えつつ手厚くして、まあ、角の打ち込みがね、もう心配ないので離してますから、この先手の角を働かせないようにできれば後手もポイントを上げれるというところですね。さあ、それでは封じ手予想をやっていきたいと思います。まあ、自然に考えるのであれば、この遊んでる銀をね、まあ、おそらく繰り出していって、で、先手も、まあ、まだまだ陣形をね、整えに行くというようなところでしょうかね。まあ、これに、まあ、7、4とか伸ばしていって、桂馬も跳ねる余地を作ったり、まあ、先手もね、まあ、このようにして駒組みをしていくのかなと。ただ、桂馬を跳ねると、2、5地点をね、取ってくるので、まあ、銀を、まあ、どっちが2、4なのか、3、4なのか、まあ、あるいは力強く金でいくのか、まあ、金はちょっとね、なかなか読みを入れないと難しそうですけど、まあ銀、2、4か3、4に銀を上がって受けるか、みたいな、まだまだ2日目の頭から駒組みが進むというところが、まずは一つ考えられるところで、まあ自然に考えるならば6、2、銀なんですが、もしかしたら、ここで、後手もね、思い切った攻め、例えばこの5、4角などでね、まあ筋違いなんですけども、まあ、角の働きに差をつける積極性を出しに行くような可能性もあります。まあ、こうなってくるとね、二日目非常に戦いがね、スリリングになってくるので、お互い角を手放してますから、まあ、こういう風な攻めというところもね、一つ激しく行くならば考えられるところです。まあ、一つ銀を上がって受けても、まあ、7、6とも取ってしまいに行くようなね、まあ、積極的に行くのかどうかというようなところも非常にね、まあ、悩ましい。まあ、6、2か5、4角がおそらく本命になるのかなというように思います。まあ、佐々木七段、持ち時間をね、まあ、非常に丁寧に使っていまして、まあ、1日目、佐々木七段の方がたくさん時間を使っていったため、50分ほど持ち時間がね、多く使っているんですよ。なので、藤井聡太王位50分ほど2日目はね、時間に優位性が多く残ってますので、まあ、このあたりもね、終盤に響いてくるかどうか、まあ、なんすね、2日制というところで、まあ、こちらもね、目が離せない対局になるかと思います。まあ、おそらく時間を使っているので、無難に組み上げていくのかなとは思うのが、まあ、一応このチャンネルでは推奨しておきたいと思いますが、もしかしたら、激しくね、まあ、積極的に角を後手も打って、まあ、このように角の働きで勝負をしに行くというところもね、一つ可能性として考えられる面白い封じ手の局面ではないでしょうか。ということでね、まあ、王位戦7番勝負いよいよ始まったというところで、このチャンネルではね、もちろんこれから追いかけていきたいと思いますので、よろしければ皆さんも一緒に応援していきましょう。それでは、最後までご視聴いただきありがとうございました。バイバイ。